い、麻生山、なんだっけあれ、木島岳と北条岳と米塚が見えます。そしてアスファルト、じゃあコンクリート。さあそれではここに登っていってみたいと思います。どんぐらいで登れるんでしょうか。蛇が出るから気をつけなさいって言われたけど、ちょっとこんなとこだから大丈夫かなと思いながら行きます。あれ、道はここまでかな。あれ、ここまで。さあ白くなっているところに出ました。ちゃんと刈り取られてますね。降り、ここのどこを登れというのじゃ。あっちにあるのかな。猫岳と鷹岳が見えますですね。いや、見晴らしのいいとこですね、これは。あ、こっちに道があるんですね。もう舗装されてない道があります。はい、おっとっとと、意外とデコボコしているので画面を見ながら歩くとちょっと足がふらついてしまいました。さて、ちょっとこの辺で右の方の山の目的地を見てみましょう。あそこまで行きます。何メーターあるんでしょうね。はい、では続きて、さて、これはどっちに行くんでしょうかね。これはどっちですかね。結構きれいに整地されていますですね。ちゃんと刈り取られてます。よいしょ、きっとこっちに道があるみたいなので行ってみましょう。ちなみにぐるっと見回すと、わ、踏切の音が聞こえますね。どっから来るんでしょうね。ちょっと踏切の音が聞こえるから、ぼーっと待ってみましょうか。お、なんか音が聞こえました。
見えなくなっちゃいました。まだ言える、まだ見えるかな。ここか。ほとんど見えないですね。はい、ではでは早速行ってみましょう。確かにこの辺蛇がいるかもしれないなぁとちょっとドキドキしてしまいますが、よいしょ。あれ？こっちじゃなさそうだぞ。下に行ってしまいますね。戻りましょう。戻りましょう。ちなみに田んぼがいいですね。やっぱこんな景色を。ってことはここを来るんじゃなくてこっちから登るのか。整備されたここを通って本当に行けるのかな。これ行けなさそうな気がするな。今日のレポートはこの辺で終了かな。あれ、そもそもの登り口